モデル、押切萌え、43、が26日放送の日本テレビ系、上田と女が吠える夜、水曜後9、0に出演。自身がプロデュースしたマンションが白すぎて番組でいじられたことを明かした。この日は、3度の飯より物件が好きな女、が集まりトークを展開。押切は自身がマンションをプロデュースしていることもあり、さら地からどういう施工会社が入って、マンションがどう建っていくのか、ものすごく気になる。自転車で子供の送り迎えがてら、毎回。完成から誰が入居するかまでチェックしに行く、と明かした。また、マンションプロデュースでの失敗談を聞かれ、真っ白い部屋を作ったら、番組で白すぎるっていじられちゃった。広く見えるかなと思って、と苦笑い、実際の写真が紹介されると MC のクリームシチューの上田晋也、52、からは、ホワイトハウスってここのこと、と突っ込まれスタジオは爆笑。押切は、一枚一枚はちょっと違う白なんですよ。照明が当たったり、光を浴びたら白って飛ぶので、と説明していた。